というわけで本日こちら米田コーヒーで販売されている鶏竜田バーガーを食べたいと思います。米田コーヒーの鶏竜田とやはり接種会社的に何で見せてるかもですけど、もっとね、私の顔がありますよ。まあ食べ物で遊ぶなって話なんですけど、では冷めないうちに早速食べていきます。すごい米田コーヒーですね。これはすごいボリュームで、予想以上に来るよこれ。体にたまるというか、なんというか美味しいんだけど、これもっとお腹空かせていかないと、ひょいとつまめるようなものじゃないです。ああ久しぶりに米田の洗礼食らったな。で味はサクッという心地よい音とピリピリとした刺激が食欲をそそってくれる美味しいチキンタツタバーガーです。だから食べる価値はあると思いますね。だけどチキンタツタって言ったらやっぱりあそこも気になるな。チェックイケンチソー様でした。さすがお手目の不幸しみすごいね、学校になってね知りづらいと思いますが、ちょっと最近の都合上ご了承ください。最初の読み手でしたね。これ噛んだ瞬間にサクサクという衣の心地よい音とともに、生姜の効いたソースのピリッとした刺激と鶏肉の旨味がジュワッときて美味しい。やはり米田コーヒーと読みますからボリュームがあるので、気にますかって聞かないんですけど、写真サムネ映えしたいなと思って丸々出してもらって聞いてもらえばよかった。めっちゃ食べにくかったです。なのであなたが食べるべきはぜひシャッとしてください。だけどタツタバーガーといったらもう一つ気になるお店があるんですよね。あ、セオリンチじゃなくて通常のチキン、米田コーヒー見た後で食べちゃうと飲みちゃうとちょっとしょぼい、言ったらあれですけど小さいなと思ってしまいますね。その分食べやすいとも言えると思います。いただきます。やっぱりマクティックのチュマー米田と比べると、え、どうなんだろうこれ。やっぱり気になるなと思って来てみたものの、これレッティの方はどうなってるんだろう。うん、まあ確かに油淋鶏と言われれば油淋鶏なんだけど、これもどうもなーっていう気がする。ちょっと判断に困るなー。まあでキャベツがたっぷりなので少し栄養、通常のハンバーガーに比べると栄養はって、こういうことやってきて自分無理打ちなんだと。ほんとこれな、後から画面見るとやっちゃってるなって思うわ。食べるのに夢中だと気づかない、今後の課題だなと。詳細な味はこの後すぐ。ごちそうさまでした。パッケージがこのように同じようになっていて、蓋を開けるとで解凍キットからあなたの勝つと見に参りまして予告状がありましたと。いただかれる前に私がいただくんですけど、味はあんなコーヒーなのであればシンプル、主張は控えめですね。お肉もそうですね。なのであっさり食べられる反面少し物足りないかなとも思いました。そうね、油淋鶏チーズを開けるとこのようなシフォーナーのおなじみの疑問台詞が、チーズ入れ、確かにチーズも入っています。油淋鶏の甘酸っぱいタレもかかっていてさっぱりといただけるのですが、やっぱりキムチの旨味がちょっと控えめかなと思いましたね。なのでボリュームや味という面では米田コーヒーの方が自分は好みでした。だが松永部はその小さめであっさり食べられるということがあるので、油淋鶏の甘酸っぱいタレでさっぱりしてもそんなに量はという時にいいかもしれないです。最後に食べたベーコンポテト、わーポテトのホクホクとした食感とベーコンの塩気がサクッとしたパイ生地によく合っていて、スイーツ系のパイとはまた違った美味しさがあってよかったです。クッキーも一番美味しかったのは米田コーヒーのゆったつたバーガーで、その次が今食べたマクドナルド油淋鶏チーズバーガーですね。なので今回はそれぞれのお店からこの2つを代表として5点とさせていただきます。ただ油淋鶏チーズはもしかしたら 4.5 ぐらいにはなる、だけど美味しいのでぜひあなたも食べてみてくださいね。しかし同じタイミングでタツタを出すとは、米田がマクドナルドで挑戦したのかなわけない。本日は米田コーヒーとマクドナルドの鶏竜田バーガーを食べ比べてみた動画でしたが、あなたはどちらが気になりました？
もしこれ食べたいなと思ったのであればぜひ食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、チャンネル登録、コメント、高評価をしていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。